こんにちは、皆さん。社外研究会院長の岡原です。皆さんには4月の段階でも、動画でご挨拶させていただきました。正直その時はこの時期になれば皆さん方にお会いできるというふうに思っていました。しかし違いますね。状況は厳しいままです。皆さん方に慶応義塾に迎え入れてもうすでに半年が経ちました。慶応義塾の仲間の中にはまだ例えば医学部、看護、薬学部、あるいは理工学部でもさまざまコロナとの戦いをしています。皆さん方の仲間が今現に戦っています。まずはその方々に感謝を申し述べたいというふうに思います。翻ってみれば社会学研究科でもこのコロナの状況に対して何かしら対応ができるというふうに考えます。社会学、心理学、教育学、それぞれの分野で今コロナで苦しんでいるこの世界、社会、私たちについて考えることができるというふうに思っています。さて今僕がいる場所は万来社という建物の前です。イサム・ノグチの彫刻もあります。オンライン教育について半年経っていろんなことが言われています。すごくいい面も出てきました。でも慶応義塾の創始者である福沢諭吉先生は万来社という建物を建て、まさしく千客万来、いろいろな人たちが集まって集うことによって何かが起きるということにかけていた人でもあります。オンライン教育によって失われたのはまさにこの人々が集まり何かを作り上げる、何か新しいことが生み出される、そういったことではなかろうかというふうに思います。皆さん方が慶応義塾に入ってまだ慶応義塾の中の一番いい部分、この部分ですね、人が集まって自由に語らい新しいものを作るということ、そういったことに皆さん方が早く遭遇していただければ、あるいはその仲間になっていただくよう本当に心から望んでいます。久野口の今僕の左手にある彫刻は無と言います。もともとは石灯籠、西日ですね、太陽が真ん中に入ってその光でもって灯籠になるというふうな、そのような設計を彫刻家イサム・ノグチは考えていたみたいです。なので皆さん方と一緒にこの無ではありませんけれども、そこから新しい生、生き生きとした学問というものが作られることを願っています。その時まで元気でいましょう。それでは失礼します。